夏休みに勉強をがっつりやりきれなかった子は本当に受からない傾向にあるなと思ってるので、毎日コンスタントに10時間を確保するみたいなところで取り組んでもらえればなとは思ってます。こんにちは、音楽コーチの桃井と斉藤です。今日はですね、もらっていた質問に答えていこうかなと思います。質問が、もうすぐ夏休みなんですけど、マーチ合格するために、この時期何をすればいいですかっていう質問をいただいていったんですけど、はい、それについて今日話していこうかなと思います。わかりました。はい。ちなみに斉藤さんは、マーチに受かる受験生が、なんか夏休みどういう感じで勉強していったらいいみたいな、ざっくりとした質問なんですけど、はい。ありますか？そうですね。なんか時間と内容みたいなところで、お話ししていくと、夏休みに勉強をがっつりやりきれなかった子は本当に受からない傾向にあるなと思ってるので、最低でも1日8時間はもう毎日やってほしいとは思ってますね。できれば10時間ぐらいは継続してやれるといいのかなと思ってます。勉強内容に関しましては、やっぱり今この時点とか夏休み入る前の段階で共通テストの英語で5割とか6割取れていない学生さんに関して言えば、引き続き英語をメインでやってほしいなとは思ってます。でもし英語が7割とか取れているのであれば、英語とか社会、今までは英語メインで進めてた方が多いと思うんですけど、社会も含めがっつりやっていっていただければなっていう感じですかね。軽く言うと。そうですね。じゃあ実際に、英語を例えば夏にがっつりするってなった時に、なんかその中でも何を特にやっていった方がいいみたいなのありますか？そうですね。多分夏休み入るまでに単語と文法と解釈っていうのをある程度やっている方も多いと思うので、夏休みに入ったらやっとがっつり長文とかを解き始めていいのかなと思ってまして、で個人的には解けないとしても一回過去問に触れてみるってすごい大事だと思ってて、やっぱりゴールと今の自分の差っていうのを知るっていうのは結構大事なことだと思うので、どんどんとかね、挑戦してみるのもありかなと思ってます。夏休み中に、じゃあ実際に例えば明治大学志望の子ってやったら、過去問でどれくらい取れるのが理想とかありますかね？そうですね。正直言うと、夏休み終わりの8月末の時点で、合格点マイナス1割取れているのがベストかなとは思いますね。大体6割ぐらい。そうですね。で、悪くても5割、半分ぐらいは夏休み後半には取れるまで仕上げていきたいというところですね。に共通テストの英語であれば、夏休み終わるタイミングでどれくらい取れていたら理想みたいな。そうですね。マーチに普通に受かるぐらいの学生さんだったら、8割近くは取っておきたいとは思います。確かにそうですよね。その時期で8割取れたら、だいぶ基礎が固まってきたんだなっていう証拠にもなると思うんで、それ目安に頑張ってもらえればなとは思います。それでいくと、自分は現役生の時に、夏休み10時間ぐらいやってたみたいな感じなんですけど、桃井さんは浪人されてたと思うんですけど、浪人時代って、夏休みとか多分くくりがないじゃないですか。なんかどうなんですか？やっぱり夏はいつもより頑張るのかでだったのか、なんかどれぐらい勉強してたのかなっていうふうに思いますね。そうですね。僕は一定4月ぐらいからがっつりやってたんですけど、とはいえ夏休みになると現役生も入ってきて、現役生ががっつり1日12時間とかやってるのを横で見てるんで、このままじゃ抜かされるとか、このままじゃやばいなっていう危機感を持ってやってたっていうのはあるんで、特に今浪人生で、例えば6月までの期間を振り返ってみた時に、1日ちょっと8時間ぐらいしかできてなかったなとか、10時間やってる日もあったり、3時間やってる日とか、ばらつきがあるなっていう浪人生結構いると思うんですけど、そういう人は一旦夏休みっていうか、そのくくりとして、7月ぐらいから1回切り替えて、毎日コンスタントに10時間を確保するみたいなところで、取り組んでもらえればなとは思ってます。それでいくと、夏休みの時点でやっておきたい内容とか、到達しておきたいレベルっていうのも現役生とは異なると思うんですけど、浪人生に関して言えばそこら辺はどうですかね？そうですね。それも変わると思ってて、で、それでいくと、7月ぐらいに1回共通テストの問題を解いてほしいなと思ってて、大体7割超えてるか超えてないかぐらいのところで1回判断してほしいなと思ってて、7割超えてない受験生であれば、もう基礎しっかり固めた方がいいよねってなるんで、夏休みというか4月の段階でしっかり英単語、英文法と英文解釈っていうのをもう一回見つめ直して、抜け漏れないかなってところをやり込んでほしいです。で、7割超えてる人に関してはどんどん英語長文を読む回数を増やしていって、でかつ英語長文読むだけじゃなくて復習したりとか、シャドーイングして、音読何回もしたりっていったところで速読力強化していってほしいなと思ってます。なるほどです。はい、ありがとうございます。では本日の動画はですね、こちらで以上としますので、夏休みの勉強方法がある方は、ぜひこの動画を参考に勉強を頑張ってみてください。青学コーチングでは、夏から逆転合格したい受験生を応援しています。このままじゃ不安だなっていう受験生は、ぜひ下記概要欄からお問い合わせください。